皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は黒の奇跡のファミ通紹介をしていきたいと思います。2021年、日本ファルコムはさらなる高みへと飛び立ちます。ファルコム40周年記念のラストを飾るのは、2021年の発売が予定されている奇跡シリーズ最新作、黒の奇跡です。去年12月に発表されて以来、待望のカルバード共和国編として大きな反響を呼んでいる本作は、続編が待たれる中、新しく3点のコンセプトビジュアルとストーリーを構成する3つのキーワード、完全リニューアルされた新機軸のバトルシステムが判明しました。ひとまずキャラクターを紹介します。主人公、過去作の主人公よりもやや年齢が高めでダーティーな印象の青年です。近藤社長からの情報では、パーティーの兄貴的なキャラクターになるようです。彼に関してはコンセプトビジュアルも公開されました。続きまして、ヒロイン、前作青の奇跡の追加エピソードでレンの後輩として登場した女子生徒です。イラストでは上品で優しそうな雰囲気ですが、新しく入手した戦闘中の画面ではキリッとした真剣な表情も確認できます。世界、物語の舞台はついにカルバード共和国へ。黒の奇跡の世界を探る上で大きな手がかりとなるコンセプトビジュアルを紹介します。細部まで見ていくと意外な発見がありそうです。青の奇跡から約1年後、失笑歴1208年のカルバード共和国を舞台に描かれます。共和国ではこれまで大統領だったロック・スミスが総選挙で敗れて、新大統領が就任していきます。その世代交代も物語に大きく影響していると予想されますが、共和国内の情勢は安定しているのでしょうか。いずれも劇中の場面を書いたものです。アークライドが彼の名前、カーフェイクという車雑誌を顔に乗せてソファーに寝転ぶ主人公、だらしない性格のようですが、室内は整頓されています。オーブメントらしきものを手にした主人公とヒロインの姿、青色の動力車は主人公のものでしょうか。旧市街の街並みと鉄骨組のタワーにも注目したいところです。というわけで今回はこの辺で、黒の奇跡のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。